どうも、小太郎です。お願いします。ありがとうございます。恋をすると脳が猿になるって、まあ、聞くんですよ。まあ、メンタリストの人から喋ってるんですけど、これって、まあ、要は、恋をすると人間は脳みそがチンパンジーレベルになっちゃいますよって、おバカになりますよって話なんですよ。計画性がなくなっちゃうとか、そういう話なんですよね。で、これすごい思ったことがあって、いや、あの、僕よりめっちゃ恋愛が好きなんですけど、そのこちとらお猿になりたくて恋しとんじゃいと思って、全員共感して終わらせます今日。大丈夫です。いやね、お猿になるイコールおバカになるってことじゃないですか。で、これから考えてほしいのが、子供の時っておバカになる瞬間たくさんあったんですよ。100円玉でね、おバカになれたし、鬼ごっこで目が飛び出るぐらいはしゃげたわけじゃないですか。これが大人になったら恋ぐらいしか残ってないわけ。これそうね、これなんでこうなるかって言ったら、これね、社会が悪いんですよ、これ、ね、この大人になると俯瞰で見る目が生まれちゃうわけ。いや、大人で鬼ごっこってどうなのとか、ショートケーキ食べるぐらいで喜ぶってどうなのみたいな、このね、心のパレットがどんどん汚れて違う色になっちゃう、こういうことなわけですよ。で、恋って考えてください。感覚で今でもいけてません？その、気になっちゃうから、なんか LINE 来てるかなって考えちゃうとか、好きな人目で追っちゃうとか、この感覚で唯一恋って大人でも残ってる。これを、その、なんか お猿だからこれをやめましょうっておかしくないですか？残ってるも大事にしましょうって話で、今日は恋は文系って思ったんで、これを紹介します。はい、世の中には文系、理系のものがあると思います。あの、感覚でいくどれを見てなのか分かんないですけど、感覚でね、いく文系で、論理とかでいく理系がありますね。で、まあ、その恋は文系で関係ですけど、うどんはこれ理系なんですよ。これ、うどんって作るとき足で踏むじゃないですか。感覚的にはダメじゃないですか。でも、腰が出て美味しいという理屈を伴ってるから OK なんですよ。だからうどんは理系、恋は理系、あれ、恋は文系、こうなんですよね。はい、だから恋や文系ってことを知ってほしくて、逆に理系の恋を見てください。これを見ていかに間違ってるかちょっと見てほしいです。はい、少子高齢化だから子供を増やすために恋愛をしよう、理屈あんのキモくないですか？いやね、マジでマジで、これそのなんか理由があってなんかやるみたいな、いや、そのね、地球の未来より今の自分を大事にしよう、マジで。これをすごい思うんですよね。大丈夫です、まだあります。はい、で、この後ね、はい、ハグの身長差、理想はね、15センチ未満だったからあの子と恋をしよう。いや、そのハグってぶつかってたらどこでも楽しいっすよ、マジで。いや、そのね、頭とどこでもお腹でも一緒だから頭でも楽しいんですよ。くっついたらその X 軸が大事なんですよ。 Y は関係ないっていう、マジでこれなんですよね。はい、だから極論すでにハグしててもいいんですよ。全然これでもいい。だって、ま、どこにするってルールはないんだもんね。 Google Chrome のハグの仕方でも全然いいところです。こういう変なハグでも、ま、好きだったらいいじゃないという話で、はい、他にはよかったら僕とアドレナリン出しに行かない？もう法律で裁かれてください。いや、マジでね、そのなんか物質とかね、セロトニンとかいろいろあるよ。そういうのって後々ついてくるもので、すごいそのなんか脳みそで動いてるみたいな感覚。いや、そのなんかダメですけど、マジで今から言うのは犯罪です。ダメですけど、その好きだったら手伸ばしちゃいたくなるね。これって人間の本能なんですよ。ライオンも一緒ね、シマウマがいたら手伸ばすじゃないですかね。で、これってそのなんか栄養を蓄えなきゃいけないからやるみたいな理論が逆なんですよね。多分この人サーモグラフィーで見たら脳しか光ってないです、マジで。マジでハズレのいちご大福みたいにね、そのもうハズレのもういちごこんなとこ抱えてね、こんな売れるかっていう、こんな状態じゃダメなんですよ、マジで。で、デート行ったんですね。デートしてる時に心拍数が上がってる、これはドキドキである。あの、これね、数字にとらわれがちなんですよ、恋愛してる時。何通届いたかなとか、何分後に送った方がいいかなとか、心拍数とかはね、これね、これ皆さんにいい物差しを差し上げます。はい、恋してるかどうか確認したい時、心拍数じゃないです。胸が締め付けられてる時が恋なんですよ。で、胸が張り裂けそうになってる時も恋なんですよ。これだけでいい、マジで。恋人は一人でいいじゃないですか。だからスペアなんていらないですよ。ストライクで行きましょうっていう話です。マジで真ん中ぶっつけていきましょうっていう話でね、思っててね、あ、帰りますね、補導されるからそろそろ帰ろう。いや、その法律なんて破ってなんぼじゃないですか。いや、そのね、この
いや、これはそう、例えばですけど、信号の赤信号のとこに好きな人がいます。トラックが30台横から来てます。どうしますか？飛び込むでしょう。武田鉄矢じゃなくても飛び込みますよ、これは。いや、マジでね、だから法律は別に守るべ…これは理系が正しいか。これはまあ理系がまあ正しいですけど、その文系がその法律守らながちっていうのもありますけど、で僕は結構文系なんで、まあまあ超えてもいいかとかはあるけど、でも基本ね、まあまあまあ、まあ、これはちょっと正しかったです。でも見ていただいて、これでね、文系が素晴らしいと感じていただけたらと思います。皆さん恋してない方はしてほしいなと思うんで、最後に恋によるメリット、はい、こちらです。バカになりますよね、文系で。元気になります。そして早起きにもつながります。だから恋してくださいね。はい、この条件でいくと、鶏ってめっちゃ恋してます。どうもありがとうございました。